当にいろんなまちまちで、普通だったら絶対合わない感じの、意外とその作業にこう没頭すると、こうふっとした時にすごいまた話が弾んだりとか、作業しながらくだらないこと話すんで、結構充実で、あのさっき今日実は客入れ BGM が実は大友さんがギター弾いてるっていう非常に贅沢な、あのサンプチングしてたね、まああんな感じで、あのなんかいつの間にか大友さんが横でギター弾いてるみたいなことが風呂敷工場で起こるんですけど、よく、ね、これ何言って弾けってことですか。あ、いや、そのまま言ってないけどもいや、言ってますよ、大丈夫だ。でもさ、俺行ったら行って縫うの手伝うんですけど、俺が縫った場所は明らかにダメなんですよあ、でもよくあの裏ひっくり返して見ていただいたりしてもわかるんですけど、あのすごく上手い人と全然上手くない人とかいろいろいまして、これはやり慣れてるなっていう、母ちゃんの手並みのところもあるって言えば、でもね、これいいのこれ敷いちゃうと分かんないです。そうそう、うん、で分かんない時は時々ああいうふうにあの破れてしまったのもあるんですけども、あのまたそれも直せばあの大丈夫ですので。なんでその大星学長、僕毎日はいけないんですけども、あのじゃあギター持っていくかもしれない風呂敷ヌード手伝うよりはギター弾いた方がきっと役立つような気がするけどね。とか、あのあと当日会場で敷くのを手伝ってくれてもいいですし、なんかあのでこれね、人手が欲しくてお願いしてるんでは全然ないんです。あのこういう形で一緒にお祭り作れたらいいなっていうのが一つと、あとね、もう一つさっきの地元の話に戻っちゃうと、こういう地元がない場所っていうか、地元って作りにくい場所だと思うんですけども、お祭りをね一緒にやると、なんかね、コミュニティ感が出てくるんですよ。だから震災後各地のいろんな復興の際にお祭りをやってるってのはちゃんと理由があって、あれはね、あのなんか実用的なことやるよりもお祭りやるのが手っ取り早い、コミュニティ作るんだったら。でそのお祭りが面白くなっちゃうと、なんだかあのこの人お互い何やってるか分かんない人同士でもなんとなく地元感が出てくるというか、っていうのがあって、で、あ、なんで人間とお祭りやるんだろうなっていうような根本的なことも含めて、あの震災もいろいろ考えちゃったんですけども、まあでもあの本当にご自宅で眠っている、なんかこれは使わないだろうなっていうけど取ってある布なんかも、うん、あのぜひね、そうそう、それ持ってきてくれるだけでもいいかな、あの、はい、とても本当にありがたい。それもさ、地域性が出てきっと面白いから、丸の内で生地を集めるとですね、もしかするとすごいクオリティの高いなっていうのが分かったこれ高くないこの生地みたいなこの何期待してるんですか、それ。まあ、なんかね、俺自分の裏地持ってくる裏地をなんかでもちょっとその地域性が出るの好きで、うん、池袋でやった時はなんか多分誰かが出したんだと思うんだけど、昔のタオルがいっぱい出てきて、タオルじゃないか、あれなんだろう、手ぬぐい、手ぬぐい、うん、で電話番号が今東京4桁じゃないですか、3桁の手ぬぐいだけじゃないんで、2桁の手ぬぐいまで出てた東京で、それ見てるだけで面白くて、池袋のなんか昔のいろんな業者さんとかお店とかのね、なんとか工務店とか書いてあって、46-385なんか46みたいな、いつのだよみたいなのが、東京市っていうのもあってね、それです本当に、うん、もう本当一個一個見るとすごい地域性が出ててとっても面白いので、そんなのも含めてなんか風呂敷作るのみんなと一緒にやれたらいいなみたいな、ね、ぜひこの地元感を出しにくい東京でよりによって誰も住民のいない行幸通り、あ、一人いますけども、一家族、そこは協力、一緒にやりない、で、あの平日はあの午後1時から9時まで、昼間もやってんだね、やってますので、あの お仕事帰りでも、なるほど、寄っていただける時間に、俺さ、ちょうど、俺さ、ちょっと普通の会話になっちゃった、私はですね、ちょうどこの平日のあたりが、それこそあなたの会社に毎日行くんですよ、あのラジオの生放送で、11時台すっぴんって番組があるんですけど、それで変な音楽をかけるコーナーがあって27、28、29日からの月曜日からの週かな、毎日それに出て、このアンサンブルズ東京に出るミュージシャンたちの音源をかけまくるっていうのが今週なので、その NHK 出たら、この P3 に来ますよ、俺。なのでてかこれでも働いてる時間だね、みんな。おお、そうですね、時間に誰が来れるんだ。なのでこう、君か、あ、学校があるんじゃないですか、ノイズ君、学校いいよね、行かなくて
はだから27日、8日か。あと3日は前日ですもんね、4日の。あのずっと縫って、なんか風呂敷持ってきてくれるだけでもいいし、あんまり誰もいないと福島から来た小池さんが多分孤独な思いをして、やっぱり東京は嫌いだってなっちゃうと、福島の方がいいとかってなっちゃうとやばいので、あの小池さんが東京を嫌わないためにも、ぜひぜひ、あの、うん、なんかで、あの皆さんの周りでもこんなの面白がってくれる人がいたら、何かのついでに本当顔をね、見せてくれるだけでも。丸の内で働いてる人たちが、でも風呂敷縫うってなんかすごいイメージと違う。イメージと違いますよね、やっぱりね。うん、なんか、わかんない。俺すごい丸の内で働いてる人のイメージって、だいたい俺どういうイメージを持ってんだろうな。高級ブランドに身を包み、うん、おしゃれなカフェで。おしゃれなカフェで、ランチ。量少なめみたいな。大盛りとか言う人いないみたいな。大盛りとか言うと聞き返されちゃったですか。ちょっとね、おしゃれな大風呂敷を。あ、おしゃれ、そうそう、うん、大風呂敷ってネーミングやばかったかな。まあ、でもおしゃれにしちゃえばいい か、うん、だファッション雑誌の表紙を飾るのを目標にすればいいかな。今年は大風呂敷よみたいな、今年は大風呂敷よ。すいません、今あの若い人の心を掴もうと思ってただドン引きされているおじさん状態で。じゃあそろそろ、はい、ね、あ、しゃべってる場合じゃない、あの質問とか、あ、質問コーナーあったりしたら、なんか面白い質問すると話が盛り上がりますよね。質問、はい、すいません、ミシン以外の仕事ってあるんですか。ミシン以外の仕事、ミシン怖いので。ミシン怖いですか。攻めてくる感じがする。こうみたいな、こうやってると指が縫われちゃうとかね。うわ怖い。想像しただけでできたって言ったら手にこくついたすいません。小池さんどうですか、ミシン以外の仕事あるんですか。以外だと、まあ、布を切っていただいたりとか、まあ、布を切ってレイアウトしてもらったりとか、あと手縫いで今まで福島で使ってた大風呂敷を持ってくるんですけど、で穴が開いた場所を手縫いで修復していただくとか、はいはい、そのようなことがございます。結構この組み合わせ考えるの楽しくて、うんうん、